プールが200億円投資、レアルマドリードの中核獲得へ。リバプールが1月の移籍市場でオーレリアン・チュアメニの獲得を目指すと複数の A メディアが報じた。A サッカーサイトチームトークによると、チュアメニの移籍金を1億ポンド、日本円にして200億円と推定した。カゼミーロの後継者としてマドリーに移籍したチュアメニの獲得は遠藤航にとっては強烈なチーム内ライバルの出現となる。1億ポンド出して補強するポジションではないわ。モートンをスロットが育成するのが一番いい。200億出す価値は絶対ない。それならサラーの後釜に200億ぶっ込む方が絶対いい。ないと思うな。レアルで評価されていない選手を200億って高すぎる。通常は適正なオファーが来ればマドリーは出すだろうけど、現在の DF 陣の怪我人を考えるとチュアメニは出せないんじゃ？チュアメニ取るのはいいけどスタメンで誰を外すのかな？フラフェンベルフを外すのかな？まさかチュアメニをローテ要員にするわけじゃないだろうし。モートンとレンタル中のバイチェがいるから、ボランチに1億ポンドもつぎ込むなら CF か右 WG に使ってほしい。取れば買って育てた方が間違いなくいい。あいつはあと2年で中盤の王になれるポテンシャルがある。フラーフェンベルフが覚醒した今、こんな金額を使って取るべきポジションではなくなった。スカウティングチームが中盤の獲得候補として評価してたのがチュメアニ、ベリンガム、フラーフェンベルフって話だから獲得できる可能性があるならチャレンジはするかもしれないね。エドワーズが1億ポンド満額出すわけもなく、値切りまくるだろうから成立はしないだろう。